宮崎日日新聞は日本の宮崎県を対象とする県域日刊新聞。地元での略称は宮尾。1940年11月25日に宮崎県内の日刊支給紙を統合して日向日日新聞として創刊1961年1月1日に現在の名称に変更。共同通信社のネットワークを集めた国内外のニュースから 宮崎県内のニュースまで完全網羅。発行部数は約20万部。毎週土曜日には小学生とその保護者向けの宮城子ども新聞が同市の高読者全顧向けに無料で発行される。2008年8月5日から現在の形式に変更された。この日に宮崎ケーブルテレビの区域外再放送対象局が福岡民放から鹿児島民放に変更されている。 NHK は、再左端に掲載。宮崎県内の民放も、フルサイズ。NHKBS1BS プレミアムアウアウプライム、および、鹿児島県と熊本県内の民放は、ハーフサイズで掲載されている。宮古野城、三股、福島、エビノでは、鹿児島県内の民放が直接受信できるため、これらの地域では、至近距離にある、鹿児島民放の中継局チャンネル番号が、 掲載されている。熊本県内の民放のチャンネル番号は、ケーブルメディア YY のものであり、熊本県民テレビは、アナログ14チャンネルデジタル041チャンネル、熊本朝日放送は、アナログ15チャンネルデジタル051チャンネルである。BS デジタルと翌日の番組表。ラジオは、宮崎県内の5局とラジオ日経を掲載。なお、CS デジタルのいくつかも、 宮崎ケーブルテレビのチャンネルとして掲載されている。また、宮崎放送に、毎日新聞、朝日新聞の両社とともに、設立に関与していたが、マスメディア集中排除原則の関係上、資本関係を縮小した。その後も、宮城カルチャーセンターが、MRT マイクに所在し、宮城グループの宮城総合広告が、上記三社に加えて MRT とも取引関係を持つなど、 一定の関係を継続している。ありがとうございます。